皆さんこんにちは。今回はケアマネ動画第7弾、老健とは基本的なところになりますけれども、皆さんと一緒に情報共有していきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。介護老人保健施設の理念。介護老人保健施設は利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上を目指し、総合的に援助します。また、家族や地域の人々、機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。老健の役割について、リハビリテーション施設である、体力や基礎動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など、生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。在宅復帰施設、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めてまいります。在宅生活支援施設、自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所、訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。老健施設の入所サービスとは、1、在宅復帰、在宅生活継続への支援。2、リハビリ専門職による身体、認知症へのリハビリテーションの実施。3、医療職を含めたチームケアによる重度者への対応が挙げられます。はい、いかがでしたでしょうか。かなり基本的な部分にはなりますけれども、詳しいことは新在宅支援推進マニュアルに掲載されております。各自配られていると思いますので、1日1ページしっかりと読んでいくように皆さんで協力していきましょう。それでは船橋紅葉チャンネル登録お願いします。